福島第一原発でたまり続けるトリチウム処理水の処分について国の意見聴取が行われ、水産業の代表者が放出に強い反対を表明しました。一方、この意見聴取の進め方について自治体側から国に事前に懸念が伝えられていたことが明らかになりました。福島第一原発にたまり続けるトリチウム水の処分方法をめぐって、国の小委員会が海か大気中に放出する案が現実的とする報告書をまとめて以降、国は各地で意見を聞いています。7回目となる今日は、水産関係の代表2人が意見を述べました。県水産加工業連合会の代表は、来年4月に本格操業を控える中で放出されれば風評が蒸し返されるとし、断固反対と述べました。正確に理解をするために、まあ当たり前の商売をさせてください、当たり前の経済活動をさせてください、そういう環境づくりに一日でも早くお願いしたいというのが正直なところです。また今年6月に海洋放出に断固反対する決議をした全漁連の会長も改めて反対を表明しました。このことは今まで漁業者の努力を水泡にすることはもちろんのことでありますが、改革に取り組もうとしている漁業者を失望また挫折させるとともに、我が国漁業の将来にとりまして壊滅的な影響を与えかねません。そして国側から風評被害対策について問われると、海洋放出をしない、私はこれにまず尽きると。こうした中、この意見聴取の開催をめぐって新型コロナウイルスなどを理由に自治体側から国に対し事前に懸念が伝えられていたことが新たに分かりました。テレビユー福島が入手したいわき市の文書によりますと、今年3月に国との打ち合わせで清水市長が、コロナ関係で国内世界中が大変な状況で、政府も大きなイベントを自粛している状況で開くのは時期ありきとの印象を受けると伝えていました。これに対して国は参加者を限定することで開催に理解を求めていました。さらに清水市長からは、意見を聞いたことが既成事実になってしまうことなどへの懸念も伝えられていました。これについて国は、意見聴取の場だけで決めようとは思っていないなどと説明しています。一方、江島副大臣は終了後の会見で、この意見聴取について29団体が参加したと総括、今後については要否を踏まえて検討したいと終了する可能性を示唆しました。